はい、どうも、こんにちは、七色ピーマンです。4回目、やっていきたいと思いますね。仲間はね、結構作っております。エンジェルっていうのをね、今レベル10なんですけども、このエンジェル、ピクシーとなんかを合成したやつですね。まあ、回復系の悪魔でしょうかね。はい。あと3体ぐらい入るんですかね。多分、この上だと思うんですけどね。離れてはいるが、強い悪魔の気配を感じる。ずっと向こうですね。ねえ、聞こえた。塔の悪魔が暴れているみたいだね。はい、東京タワーの方におるみたいですね。塔の悪魔が近づく悪魔をみんな襲って食べちゃうんだ。だからこの辺りの悪魔はみんな塔にはあまり近づかないんだ。噂じゃ口から炎を吐くとか毒を吐くとか言われて。炎と毒系ですね。塔の悪魔、少年、東京タワーに向かうのは悪魔を倒し、また仲間にして十分に戦力を整えてからを推奨。推奨されますか。ちょいちょいレベル上げて、塔の悪魔まで、今日は行きたいと思いますね。結構広い。向こうにもいますね。これは上がって取りましょう。わあ、行かれた行かれた、やばいやばい。あ、これはまだ取ってないですね。この悪魔はなんかレベルが低いとかで仲間にならなかったんですよ。で、左側のなんかあの三日月みたいな形の悪魔、これも確か仲間にしたはずなんですけど、合成したんですかね。まあ戦っていきましょう。雷と氷に弱いということで、ジオありますね。この祝福で、味方全体の HP を小回復できるということで、これいいですね。物理性攻撃あんまり効かないですね、これね。やばいな。改心しときましょうかね。これ倒しておきましょう。これは雷、これも弱いと。あ、いいね。これは普通に倒しましょうか。はい。で、この天の雑魚がね、いろいろ見つけてくれるんですわ。ここかな、こういうとこね。で、どんどん登っていきましょう。ほら、こういう感じで魔力の功ですね。喉が渇く。マンドレイクが弱い私の話を聞いて、この砂漠でとっても貴重な水場、そこを占領しているアズミって悪い悪魔がいるの。お願いです、お兄さん。私たちも水場を使えるようにアズミを懲らしめてきて。はい、一応受注しておきましょうね。なんかいますね、あそこに。その前に、この辺りに何か。こいつ倒しましょうかね。あー、捕まっちゃいましたね。逃げれないですかね。逃げたいな。あ、いけますやん。逃げれました、逃げれました。ボス倒しましょう。こいつっすか。ジレース玉でしょう。まあ、前回のね、3でも出てきたと思うんですけど、雷弱かったかな。あんま弱くないですね、これね。おそらく、氷系が弱いと思うんですよね。ただ、毒針しかないんで、やばいっすね。ブフでしょう。これは絶対ブフだと思います。はい、ウィークポイントですね。ウフ持ってないですよね。めったざき行きましょうか。やばいやばい、ウィークポイント出てしまいましたわ。アタックかな。
持ってないんでね。あ、ちょっと聞いた。これ倒しましたね。あと一匹。当たれへんな。はい、ちょっとやばいっすよ。全然効かへん。ブフが欲しいねんけど、ないしね。いいよ。当たらんな。効かんな、これ。マンドレイクの毒針。ちょっと効いた。これで倒したかな。はい。効きましたね。あ、レベルアップした。オッケーオッケー。まあ、ちょっとずつね、レベルは上げていきましょう。こんな感じね。倒しましたね。もう直接ボス行かんと結構何匹も出てくるということですね。これずっと上上がっていったらいいかな。いますよ、いっぱい。ちょっと気ぃつけなか。なんかやばそうな、いますよ、いっぱい。毒の奇跡見つかりましたね。行きましょう。あ、あっこなる。やったやった。よし。ということでここで回復しておきましょう。多分勝てないでしょう、すぐに行っても。まあ今回の動画ね、ちょっとじっくり行くパターンにしますので、そんな長い動画にはならないと思いますんでね。これですね、邪教の世界っていうのを選択すると、はい、このようにソピアという人が出てきて、悪魔が合体できると。ちょっと見てみましょうかね。マンドレイクと、あ、いけますね。マンドレイクとタイモーンっていう悪魔、さっきの。これで、トゥルダックっていうなんか、骸骨のおっさん。これレベル11なんで、これやっておきましょうかね。なんかプラスで10、レベル11になってますんで、上がってますんでね。これを仲間にしたいと思います。毒針はいるよね。で、アギいる、ジオいる、ムドって何ですか？いらんな、こんな。はい。これと突撃を持ち越しができるということですかね。で、合体する。はい。これで、合体しようんすわ。お、出てきたぞ。これちょっと強そうじゃないですか。ツルダク。今後ともよろしくということで。はい。これレベル、が11なんでね、いいっすね。これと、あと、こんなもんかな？もう一回見ときます？スライムはなんかできるんですかね？これ逆に良くないですよね。スライムとトゥルダクでダイモンに元に戻ってるっていうのパターンはあるですよね。一番いいのはこれですよね。スライム、エンジェルでアンドラス、レベル18。まだできないですね。はい、このような感じで悪魔を作っていくと。楽器はどうなんですかね。これも何もいいことないですよね。はい。ということで、なんか今エンプティーになってたんで、はい。パーティーね。パーティーを、まあどっちでしょうかね。まあ楽器を入れときましょうかね。入らないですか？あれ？ 3 体までですか？あ、入りますよね。はい。これで、スライムもいけんのかな？はい、スライムにすることもできると。まあ、どっちでもいいんですけど、こっちの方がいいかな。
はい。じゃあ今は、ピーマン、トゥルダク、エンジェル、ガキと、これで言ってるということですね。あと3、4体くらい仲間できると思うんでね。少年、東京タワー前から強力な悪魔の気配を感知し、この先へ進む場合。推奨偉いしょんな。ここに行くと始まっちゃうので、この下でちょっとレベルを上げていきましょう。私はリャナン氏、再起ある者に力を与え、夢を叶えるためのお手伝いをしているの。私ね、誰もが何かしらの才能を持ってると思うのよ。みんなそれに気づけないだけ。だから私ね、一人一人の個性に合った才能を見つけてあげるの。お望みなら才能を何倍にもしてあげられる。これは本能の生命力と引き換えだけどね。ここにいる一本だたらさんも、自分の寿命と引き換えに職人の技術を手に入れたわ。一本だったら、アプサラスって悪魔と出会わなかった、集会を開いては信者を増やしている厄介なやつよ、彼女弱い悪魔たちを悟し、身の丈に合った生き方を伝授しているわ。最低限生きていける場を与えるからってね。でもそれは自分の親族の兵隊を作るための方便に過ぎない。誰にだって才能や、向き不向きがあるでしょう。そんなのお構いなしってひどくない？そこで一つ提案よ。アプサラスの計画を阻止してくれないかしら。あなたならきっとアプサラスを倒せるね。どう？はい。これは、なんか、良さそうですよね。アプサラスは芝にある洞窟。そこで集会を開いているからよろしくね。はい。そいつを倒せば、能力を開花させてくれる、みたいな感じですね。これかな。これ倒したでしょ。ようこそ、ここは弱き者たちのよりどころ。おや、あなたからリャナン氏の気配を感じますね。リャナン氏の依頼を果たす前に話をしよう。逆にまたこっちもクエスト受注しましたよ。向こうの方倒さなかんの？お、倒せる倒せる。はいはい。こいつ倒しましょう。結構強いですよね、あの雑魚。はい、ということで、必殺使いましょうか。魔法も含めてクリティカルっていうことです。いいっすよね、これね。ジオどうやったかな？ああ、やばい。これ効かへんかったわ。ということは、アギーでしたっけ？ああ、これもあんまりや。ブフですね、おそらくね、これも。はい、ブフでしたわ。まあ一応倒したけど、もうやばいっすね。
結構効くからな、これ。はいはい、やばいっすよ。こいつはどうなんでしょうね。ジオ効くんかな。ああ、あんま効かないですね。毒を盛りましょう。効きましたね。とここはディアですね。はい、これはしなくとかないばいでしょ。食らいつき、まあ、ブフですね。あ、効かないですね。はい、死にましたよ。やばいですね。なるほど、ディアで回復しよるんすか。ちょっと待って、バリ強いんだが。あかん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 。スライム入れましょう。勝てるかな。やばいな。あかんあかん。うそ。あ、え？本気？はい、ということでね、今回はこの辺りにしておきたいと思います。この動画が良かったと思った方は、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。